サディウス・ケイヒルは20世紀初頭の著名な発明家。テルハーモニウムという名前の最初の電気機械の楽器を発明した人物として幅広く認められている。オハイオ州オバーリンのオバーリン音楽院で音楽の物理学を学んだ。大学の学費を払うためにワシントン DC の議会で事務員として勤務した後、1889年にコロンビアンのロースクールを卒業した。 電気で音楽が作れると確信した。1902年にケルビン教に対して最初のテルハーモニウムを見せた。その年にホルヨークに実験室を作り、弟のアーサーティー・ケーヒルも加わった。テルハーモニウムの演奏台、ケーヒルは自身の発明に対してテルハーモニウムの音楽を電話回線を通してホテル、レストラン、劇場、さらには家までに放送するという、 大きな野心を持っていた。はじめは7トンであり、価格は20万ドルであったが、3つしか製造されず、ケイヒルの大きなビジョンは完全に達成されることはなかった。彼の発想は、ストリーミングメディアの登場により、およそ1世紀の時を経て実りあるものとなった。 エレクトリカルワールド47ピアニッシモ 656https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュブックス id イコール6ホブラージピコグラムイコール PA6562011 年9月26日閲覧ホルムズドーマス B トムホルムズエレクトロニックエクスペリメンタルミュージック パイオニアーズ・イン・テクノロジー・コンポジションサイコロジー・プレスピアニッシモ四十二四十九 ISBN 0から四一五九三六四四六ありがとうございます